オールグローバルビューティーインクゼネラルマネージャーのゆえです。今回は、ちょっと改めてまた皆さんにいろいろお伝えしたいなと思っております。で、僕がねニューヨークに来てもう2年半が経つんですけども、本当に右も左もわからない中で、いろんな方にサポートしてもらいながら、全然喋れない英語っていうのも、まあ、お客さんが頑張って理解してもらいながら今の自分っていうのがあるんですけど、まあ、最近はね、まあ、英語っていう部分もしっかりおしゃべりできるようになってきてるのかな。まあ多少はあのお客さんとねコミュニケーションが取れてこう楽しんでもらえてるっていう機会が多くなってるかなと自分自身も思います。でね、お店の方は本当に順調でたくさんお客さん来てくれてますし、日本からもう一人来てくれたスタッフ、スタイリストでかつ、アイリストの子が、まあ、一生懸命頑張ってくれてアイリストくん、まつげエクステっていうのもこう流行らせてくれてるんで、お店はすごい順調です。なので、ね、今後こう2号店、2店舗目っていうのもこう今いろんなことをしながらね動いていってるんですけど、もしかしたらねまた、数ヶ月後には皆様に2号店オープンですっていう報告がね、できるんじゃないかなと思うんで、まあ、その時はまたあの皆さんに報告したいなと思っております。で、先日、3月ですかね、まあ、オーナーが来てくださって、まあ、YouTube の方にもね動画を上げさせていただいたりとかして、あの久しぶりにお話をさせてもらって、あ自分自身もねあのいろんなレベルでこうお話ができるようにちょっと成長できたのかなと思いながら、あのまたこう日本に帰国されたので、まあ、僕こっちで一人でこう頑張ってるんですけど、やっぱり、まあ、オーナーとお話をしてまだまだ足りてない部分もあるなとか、もっとこれ以上これから先もっともっとどんどん成長していかないといけないなっていうことを思いながらも、その時にねちょっとこうオーナーから一つ、事例をいただきまして、オーログローバルビューティーインクゼネラルマネージャーを、からあのプレジデントに就任させていただくことになりました。まあ、簡単に言うとね、マネージャーから社長にっていう形になるんですかね。で、まあ、名前がねちょっとこう変わる、役職名が変わるって感じなんですけど、まあ、本当に、2年半ねしっかり頑張ってきて、自分自身があのそういう役職をもらえるっていうことも想像してなかったですし、まあ、これからね、責任っていうのはより大きくなってくるんだなっていうことをしっかり噛み締めながら、プレジデントになったことっていうのをしっかり自分の中に持って、あのこれから頑張っていきたいなと思ってます。でね、オーロのグループとしては、いろんなね、部門があって、まあ、ジムだったりカフェだったりとか外部講習とかいろいろあるんですけど、まあ、将来的には、株式会社オーロっていう会社の中でそういうホールディングス、いろんな子会社があったりとかっていうのをこう将来的にはしていきたいっていう構想があるんですけど、その中でね、オーログローバルビューティーインクっていうアメリカ法人の会社の子会社を僕が初めてオーロの中の人間で、社長に就任させていただくっていうことで、プレッシャーしかないです。まあ、正直ね、自分自身が、そういう役職をいただけたこと、いただいたことに対しては、本当に嬉しいっていう気持ちしかないんですけど、本当にプレッシャーですね。これからの若いオーロのスタッフの子たちに自分自身がこう道しるべっていうのを作っていかないといけないなと思うし、自分自身がアメリカの、アメリカ法人の先頭に立って、どん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 いろんな道っていうのを切り開いていかないといけない、まあ、それをね、今後しっかりやっていきたいなと思っているんですけど、だからといってこう社長に就任したからといって、まあ、何か変わるわけではないかなって自分の中では思ってます。店長であろうが、マネージャーであろうが、社長であろうが、自分自身が、オーロの人間として、ニューヨークに第一人者、一番初めに来た人なので、やっぱり結局、それがね、役職がどうこう、社長だからじゃめっちゃ頑張る、マネージャーだからめっちゃ頑張るとかじゃなくて、まあ、自分がオーロの人間として、こっちに初めて来てるんで、そこは、やることっていうのは、まあ、今後も一切変わらないのかなって、やる気とかこう気持ちの面でも全然変わることなく、どん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 頑張っていけたらなっていうのが、正直なところです。なので、俺社長になったぞみたいなんとかは全然ないですし、逆にね、わあ自分が社長なんかっていう、こう、自分でもね、感慨深いところの方が強いので、なかなかそういう面では、社長してない社長っていうんですかね。まあ自分は、そんないろんな社長を見てきたりとか、もちろんね、オーナーもそうですし、まあ、
ね、同級生でオーナーしてる子とかいろいろいますけど、まあ、自分の中ではまあそういう10人といろ1人そういうオーナーがいたりとか社長がいたらみんなそれぞれで違うものを持ってると思うので、僕自身も僕自身のそういう、プレゼントっていうのを作り上げていけたらなと思ってます。なので、グループ会社の、初めてのそういう役職としては新しく、自分が就任するんですけど、オーナーみたいになるぞとかじゃなくて、こういう、プレゼント社長っていうのもあるんだなっていう風な、ことを日本のスタッフにも示していけたらなっていう風に今は思っております。なので、オーログローバルビューティーインク、ゼネラルマネージャーではなくなるんですけど、プレジデントっていう風になるんですけど、まあ今まで通りね、変わらずニューヨークで頑張っていきたいなと思ってます。で、今後会社としては一番最初にお伝えした通り、2号店っていうのも、考えておりますし、どんどん、アメリカでもね、会社っていうのを大きくしていきたいなと思ってます。でもね、やっぱりこう異国の地でね頑張っていくっていうのはなかなか難しいことなんで、成長スピードだったりとかは日本とはまた違う部分はあると思います。でも、僕こっちに来て思ったことっていうのが、やっぱり、美容師をしてて美容業界に携わらせてもらってて、本当にね一つのチャンスでニューヨークに来ることができたので、僕は、何かこう会社として美容師として、オーロとして、まあ、美容業界にこうどんどん貢献していけれたらなと思っております。なので、オーログローバルビューティーインクとしてはもちろん、オーロのスタッフが今後こうやって来てもらえるように、もっともっとニューヨークに、チャンスを求めて来てもらえるように会社をしっかり、していくっていうのと、あとは、日本のね美容師さんでニューヨークにチャレンジしたいけど右も左も分かんないよ、どうしたらいいんだろうっていう人とか、海外にすごい興味あるけどどういう風にして海外に行ったんだろうみたいな、美容師をしてるけど海外にチャレンジしたいでもよく分かんないっていう人とかが一番最初にね、オーロっていうのがもちろんニューヨークに出てるから話を聞いてみたいなとか、そういう風に、日本の美容師さんがニューヨークにチャレンジするときに一番最初にねこう登竜門じゃないですけど、こう来やすい形っていうのを僕自身がこのオーログローバルビューティーインクっていうので体現していけれたらなって思ってます。なので、日本の美容師さんでそういう風に海外のこととか気になるとか、海外チャレンジしてみたいんですけどっていう人があったら、どんどんね、インスタとかでもいいんで DM 送っていただけたりしたら何でもお答えしますし、ニューヨークに来る機会があったらサロンの方を見たいっていうのであれば全然サロン見学っていうのも対応させてもらっているので、ぜひね連絡してほしいなと思いますし、僕自身、オーローの第一人者としてきてオーローの看板をね背負ってるんですけど、日本の美容師さんがこれからどんどん、ニューヨークにチャレンジしやすい環境っていうのを整えていければ、日本のオーロに負けないね、アメリカだけのそういう魅力っていうのも作っていけるんじゃないかなと思っているので、まあ、僕自身はそういう風に、オーロの初めてのそういう子会社で社長を就任させていただくんですけど、自分自身の意気込みとしては、そういう風にオーロの子たちにもどんどんチャンスを与えていきながら美容業界に何か貢献したりとか恩返しっていうのができれば、自分自身も、まあ、よりレベルアップしていけるんじゃないかなと思っております。まあね、ちょっとこうバタバタバタっとお話をさせてもらったんですけど、今回は、一応重大発表ということで、社長就任プレゼントに就任っていうことを皆様にお伝えしたいなと思い動画を撮らせていただきました。なので、これからもね、変わらず自分自身は頑張っていきたいなと思っております。社長になったよってこう天狗にならずにね、自分自身しっかり地に足つけてニューヨークで頑張っていこうと思ってますので、これからも応援よろしくお願いいたします。じゃあね、動画の方がいいなと思ったらぜひグッドボタンを押していただいてチャンネル登録の方をお願いしたいなと思います。これからね、ちょっと今回こう対談だったりとか入社式、僕のこういうお話が続いたので、今後はねニューヨークの雰囲気とか、またお客さんの雰囲気とか、どん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 ニューヨークっていうのを発信していきたいなと考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしたいなと思います。バイバーイ。